こんにちは。こんにちは。はい。こんにちは。はい。こんにちは。はい。で、よかったらお名前よろしいですか。はい。トライドボニートの安代です。はい。同じく牛です。はい。というと今日はビッグマウスの18周年記念ライブということで。はい。はい。ビッグマウス歴は当然長いですよね。はい。はい。18周年です。18周年ですね。年も取りました。取りました。はい。はい、なんか、産休明けというか、そうです。お子さん生まれたばっかりね。はい。ここにいます。はい、はい。最近ライブ活動再開したばっかりなんですよね。いや、もう一応今日というか。今日なんですか？一応、昨日もちょっと歌いましたけど。はいはいはい。まあ実質今日ですね。実質今日。あ、そうなんですね。はい。はい、今日のフェスについての意気込みとか、あとはビッグマウスへのコメントとかありましたら。うん、ビッグマウス、いつもありがとうございます。はい、わがままばかり。もう18年やったらもう老舗です。そうですね。家族です。そうですね。はい、ただでさえ下北沢は店がすぐ潰れる。ああ、そうです。まあそうですよね。その中でずっと残ってる。残ってる、はい。はい。しかも18周年でこんな大きなところでイベントしてって感じですね。はい。はい、じゃあ今日はライブ頑張ってください。はい。はい、ありがとうございます。今日はちょっと編成がまたなんか違った、はい、サックスが入るんですか、今日は。サックス、隼人、渡辺隼人がいます。はい。あと、パーカッション、吉浦健二もいます。はい。わかりました。じゃあ楽しみにしてます、はい。はい。よろしくお願いします。あ、トライドポニートです。はい、気になっていますか。今日はビッグマウスフェスに、お呼びいただきましてありがとうございます。今日は、4人で、今日はサポートの方も入っていただいてやるんですけども、昨日もちょっと経ったんですが、実質上今日が産休明けという久々のライブなので。なんかステージ出すとちょっと緊張してきました。よろしくお願いします。ドライドポニートです。じゃあ1曲目、何歌おうか迷ったんですけど、やっぱり子供に関することの方がいいかなと思いまして、話の続きという曲を。ざわめく夜。
お願いします。ギターはウッシーでーす。あ、はい、まあ大したことない、今日はシラブさせていただきます。改まって聞くことでもなかったです。そうですね、はい、あの私たちもあの久々ですよね。昨日ちょっと会いましたけど、はい、あの久々に9ヶ月ぶりぐらいでね。そうですね、会うリハどころか会うのが初めてでライブやりましたね。昨日そうですね。もうなのでどうでした、なんかコンテストやったりとか、はい、コンテスト受けたりとかしてましたね。あ、そうなんですか。ボロボロでした。あ、じゃあまあお互い頑張りましょう、ね、これからもね、はい、今日はじゃあ2人だけでなく助っ人をお呼びしておりますが、はい、まず1人目、おなじみサックス渡辺隼人。はい、こんばんは。じゃあ隼人君に、参加していただいて曲やりたいと思います。今日はあの多分ちょっと喋りも交えてやらせていただくんですけど、あの私の話はそんなに聞きたくない方もいるかもしれないんですけど、あの一方的に話したいと思うんですが、あの3人目の子供が生まれまして、あのウッシーとの子ではなく、隼人君との子でもない、子供が、3人目いるんですけども、そこに、そう、あ、それは2人目ですね。はしたない。もうまた広げて。いやだ、そんなことステージ上で言わないです。なんですけれども、こう一番上は今8歳で、こう年を重ねていくにつれて自分のやりたいことっていうのがすごいできてきて、あのそれを応援したいなっていう気持ちがすごくあるんですけど、あのそんなこと思った時にこの次の曲が違う意味で書いたんですけど当てはまるなと思って歌いたいなと思って選びました。羽が生えた日という曲を。生まれた
や羽が生えた人の曲でした。あれですか今日、いいですか子供の話ばっかりしてばっかりしていいですか。あの、ね、時間余裕あるしいから大丈夫。あ、本当ですかもういいよみたいな。アジアさんは6時で決まってるからね。はい、わかりました。いいんですかじゃあ、アジアさんですよ、初崎大輝でした。あの、まあ、そうですね、18年目のビッグマウスにしてみたらね、昔からの呼び方もね、はい、まあ、子供の話ばっかりするんですけど、もう一回紹介します、サックス渡辺隼人。いつもすいません、なんか顔見て、あ、お久しぶりですって顔見た瞬間に、なんかもう久々感がもう全くなく飛んでしまいまして、あ、なんかじゃあ今日もよろしくお願いしますみたいな感じになりましたけども、隼人君も、まあ、男の子、ウッシーも男の子で、私も3人目初の男の子が生まれましてですね、ありがとうございます。ありがとうございます。今6ヶ月なので、実は今日初絶句でございます。そうなんですよ、男、さっきも話してたんですけど、男の子ってなんでこんなに弱いんですかってぐらい風邪を引く話をしてたら、俺も弱かったよ、ちっちゃい頃って言ってました。すごい弱かったね、ということで、じゃあ、お二方とも、そう、ハズゼックやってもらったんでしょうね、と思いながら。覚えてない。覚えてないですね、当たり前ですね。はい、ということで、じゃあ、いや、歌いましょうか。はい。あれですか。あれですね。あれ。あれです。B フラットですね。B フラットの急遽やることにしたやつですね。はい。いきなりのやつですね。はい。コードも適当なやつ。じゃあ、歌える方がいたら一緒に歌ってください。はい。ネタバラシ。あ、ちょっとなんかメールが入っちゃった。そうでしょう。なんか。ステージ中にこんなとこまで響いちゃうのこれ、あの、ウッシーの嘘でしょっていうのはね、ライブ中にトイレに行ったのがまず嘘でしょっていうのが参りましたけど、それこの間のやつ。あ、そうですか、それ当たり前な感じなんですね。ビール飲むでしょ。はい、あ、ちょっとおしっこいきたいな。はい、じゃあやりましょうか。はい、面白そうに
ゲストをお呼びしたいと思います。じゃあ次のゲストはパーカッション吉浦健二ヨッシーさんです。なんかちょっとピアノに見えますね、遠くから見ると。はい、鍵盤ヨッシーさんとは実は1年、もう1年経っちゃったって感じなんですけど、1年前に、私今横須賀に住んでいるんですけど、横須賀にある松風園というですね、ところで一緒にやらせていただきまして、ここでやらせていただいたんですけど、すごいあっという間すぎて、普通なんか昨日のライブがどうだったとか話すんですけど、1年前のことをなんか一番なんか身近に感じてしまう今日この頃なんですが、その時に一緒にやった、カバー曲なんです。これCD も、出していますが、カバー曲の CD 出してますが、せっかく5月ですし、吉井さんもいらっしゃるので、チャツミという曲を一緒にやりたいと思います。その時ね、たまたまね、花摘みの人がね、ライブしてる会場があって、それ勝負園なんで、勝負園なんですよ。勝負がいっぱい、こっちじゃなくて、こっちの勝負がいっぱいこうあって、そこでお花がいっぱい咲いてるのに、こう花摘み娘っていうんですかね、こういうのかぶって着物着て、こうか、かごにどんどんこういうふうに入れていく人がいて、もうそれがまさに、その方がいながら、茶摘みを歌ったのが、すごいシチュエーション的にはすごい良かったのを覚えていまして、それをじゃあ歌いたいと思います。今計画してます、3枚目の昇華を出そうとね。早くね、著作権に切れないかな。死んだら、死んで50年なんですよね。早く50年経たないかなっていう。でも結構ありますよ、探すと。結構あるよ、意外にまだ生きてたからね。そっち著作権なくなったと。ちょうどお前、そんなに生きてたから、ね、ジャスラックのじゃあよろしくお願いします。よしさんマジで茶摘み。Yeah.
ですか、ここで、はい、なんかあの一番長女がね、あのさっき出たあのプーカのお二人もう大好きすぎてへばりついて、プーカちゃんどこ、プーカちゃんどこって言って今一緒にこう、あれはもう連れてきたなと思って今見てたんですけどありがとうございます、プーカちゃんすいません、こんなに好きならプーカのとこ行ってしまえということで、ここで、リクエストがございまして、ヨッシーさんのソロを、ちょっと聞いていただけたらと思います。マイクはありますね、じゃあお任せしちゃっていいですか。はい、パーカッション吉浦健二。知り合いになってから、今度ライブやるよって言って行った会場がそこだったんですね。なので、あ、いいなと思ってるところでライブできるって嬉しいなって思ったのをすごくよく覚えてます。ただ困ったもんで、あれから18年なんですね。早いですね。でも本当にいろんなアーティストがライブをし、またすごくビッグになってね、旅立っていった人たちもいっぱいいますし、すごくなんていうのかな、いろんなことを試しながらもみんなで切磋琢磨できるいいスペースだなと思ってますし、これが20年、30年、40年続くといいなと思っております。じゃあ、この爽やかなドライドボニートのライブのあてのなんなんですけれども、どっかどっかと、ちょっとおめでたい感じで、一曲叩いてみたいと思いますのでお聴きください。Thank you.
Thank you.
じゃあ、こういうホール大体行けないよ。でもコンテストの時飲んでるじゃないですか。黙ってる。あ、そうか。じゃあ。なんか顔が赤いなと思って。じゃあ、ヨッシーさんせっかく入ってくださるので、この次の曲は、久々にコルネット吹くんですよ。赤ちゃんのお腹にいたとき、あ、産休入ったのが8月でしたっけ。うん。そのぐらいなので、8月ぐらい、去年の8月だったんですけど、その前から結構楽器、管楽器経験ある人いますか？結構なんか踏ん張るので、なんか出てきてしまってる感じがするからやめようと思って、なんとなくやめようって思っていて、でもあれですよね、知り合いのトランペットとか同じ時期に生まれるギリギリまで吹いてましたね。産むときこう吹くんじゃない？でもそれが、私、出産の今出産の、あの、喋っていいですかね、出産予定の方いますか、今後その呼吸法をね、今教えてるんですけど、つながりますよ、すごく。すごくつながるんです。これができる、楽器が吹けると、いい気味ができて、いい出産ができるんですよ。なので、うむとか、ぽーとか吹いたら、あ、生まれたっていう。もうそう、息を吐きながら、踏ん張るのもう、ごめんなさい、多分笑わせたかったんでしょうけど、真剣に答えちゃいましたけど、あの、本当にあのちょっと2種類の呼吸を使い分けると、これなんか語っちゃいそうだから、あの、あれ、今度生まれる予定の人言ってください、私にお伝えしたいので、ということで、じゃあやりましょうか。なので、久々なんです。
あれが金星だ。ほら顔を暗やむ。今だ君に接吻、初めてのキス、歯と歯がこすり付き合い始めた。そんな状況、卒業飛び乗るエキプスで状況。君に語った青臭い夢は人混みに流されたバイユミ。東京には空がないバイチェコショー。今の僕は君に恥ずかしくなく、生きているのかそれが知りたく、あの空の下君に会いたいよ。僕もですね、
潮田さんとたまたま近いんですけど、5月の13日だったかな、10日だったか13日だったかごめんなさい忘れちゃったんですけど、ピアニストの10日だったらぶつかってるんだよ。あれ、あ、10日じゃない、20日か、20日じゃない、10日だったかなと思うんですけどね、中丸メイブロの楽屋で、ピアノの大瀬まりさんという方と最近よく活動してるんですけども、ちょっと癒される感じの音楽をやってますんで、CD なんかもありますので、ぜひお声掛けいただけたらありがたいと思います。よろしくお願いします。あ、いいですか。じゃあ正確な日程は楽屋のホームページ見る、ね、あ、まあ、でもそれ聞いていただければ、うん、ぜひぜひそちらもよろしくお願いします。初めて知ったの、え、社会との声が、よかったこのまま終わったら早くも声なんか分かんないよ、この会話。それもなんかこう、いいですね、その影がある謎の謎の、うん、ドライドボニートの次のライブはあるんですか。あ、ね、未定です未定です未定、はい、ということでホームページ、ホームページ、子供を預けて、預けていい方がいたら、ね、やります。そうなんですよ、子供をもともと預かってもらえるって前提で呼んでいただけたらよろしくお願いします。あるいは一緒にステージに乗せていいとかね、そういうのがあればぜひおむつも変えてくれる、はい、よろしくお待ちしておりますということで、とりあえず音源作りましょうね、はい、はい、じゃあそんなね、憧れですけど、こう映画のような人生、なんかもうちょっと喋りまくって申し訳ないんですけど、30さ、本当に子供が一緒にやり始めた時に自分が3人いると思っていなかったです。なんかそういうの、時の流れをすごく感じまして、そういうことも含め次の曲歌いたいなと思います。俺なんかもうこの年は2人ぐらいいるだろうなと思って逆ですよ、逆、はい、じゃあお貸ししましょうか。そうですね、はい、僕の声もどんどん打ってください。わかりました、ありがとうございます。ということで、じゃあ最後は、エンドロールという曲を歌って、終わりにしたいと思います。聴いていただいてありがとうございました。
ていた。